新年明けましておめでとうございます、高橋付近です。今日はですね、天然記念物じゃないんですけど、絶滅危惧種のカメのご紹介。こちらですね、メキシコハコガメ、生後半年、これ絶滅危惧種のカメなんですよね。非常に珍しいカメで、絶滅が危惧されていると。でこちらもメキシコハコガメ、絶滅危惧種ですね、生まれて半年です。あー、ご飯食べましたね。でこちらもちょっと模様が違うんですけども、絶滅危惧種のメキシコハコガメになりますね。絶滅が危惧されている、なのでほとんど売ってなく、非常に貴重なカメです。これもメキシコハコガメ、ちょっと模様は違うんだけど、地域個体群として模様はいろいろあります。でこちら絶滅危惧種のユカタンハコガメ、生後半年、この子ですね、ユカタンハコガメ。でこちらも絶滅危惧種なんですね。絶滅危惧種のフロリダハコガメ、絶滅が危惧されているものですから、もうめったに売ってないです。別に海外のカメなんですね。メキシコとか、これはフロリダ半島、アメリカのこうフロリダハコガメなんですけど、もう絶滅危惧種で、日本に入荷することがないです。法律的に、メキシコから、その種の保存法っていうか、何ですかね、もうサイテスですね、サイテスっつって、もう輸入禁止だと、絶滅してしまうので。で今この子たちは、その指定される前に、日本で入荷されて、日本で生まれた子たちは売られています。ただもう輸入禁止なカメなもんですから、非常に珍しいカメになります。これね、でちょっとメキシコハコガメ君の形、まだ生後半年なんでね、成長線っていうこの白いのがあるじゃないですか、これね、こうなってるのは成長してる、成長線っていうのが出ると健康っていうか成長してる状態ね。これ生後半年ですね、全部ね。これもメキシコハコガメ、成長線ってここにも出てるね、白いのが。ほらすごいでしょ、絶滅危惧種のメキシコハコガメ、おそらくメスだと思います。でこちらもそうなんですよ、この子たちは生後1年半ぐらいかな、絶滅危惧種のメキシコハコガメ、うち来て1年ぐらいだけど、生後1年半ぐらいかな、結構大きくなってきてるね。ここ裏側にこう白いのがあるのは、これ成長線も出て、でこの尻尾の形的におそらくオスじゃないかなと。カメは結局ね、尻尾でオスメス判断する。でこれもメキシコハコガメ兄弟ですね、この子と。貴重でしょ、みんな、絶滅危惧種です。すごいな。で、こちらも絶滅危惧種なんですね、東部ハコガメ、こちらもメキシコの方、アメリカの方、フロリダ半島、まあ東部ですね、アメリカ東部に住んでるんだろうと、大体ね。だからもう輸入禁止なんですね。だから日本で生まれた個体がごく稀に売られている。これ見つけたら絶対買った方がいいですね。絶滅危惧種ですからもうなかなか買えない、こちらも東部ハコガメという貴重なカメ。でこちらも絶滅危惧種の東部ハコガメ、すごいでしょ、この尻尾がこんな風になって、裏、絶滅危惧種の
東部箱がね、こちらも絶滅危惧種の、これも東部箱がね、でこちらはよく似てるけど絶滅危惧種の輸入禁止三つ指箱がね、もう絶滅が危惧されてるので、メキシコから日本に入ることができない。でこの子は日本で生まれた子ね、その法律で規制される輸入禁止、ワシントン条約ですね、ワシントン条約でもう絶滅してしまうと、これ以上その海外にね、この三つ指箱がね、お金儲けで出荷したら絶滅しちゃうから、捕獲禁止、いわゆる日本にもう輸入できないね、輸出を禁止してるんですね、なのでこれは日本でその法律施行前に日本で繁殖、日本に入ったカメ、三つ指ハコガメが、日本で生まれたのはちょっと高額になるんですけど、一応売ってます。貴重な絶滅危惧種です。これもちなみにこれ 毒持ちます。フグと一緒、毒キノコ、そういうのを食べて体に毒を溜めて、まあ、日本で唯一の毒ガメ、世界で唯一の毒ガメだと思う。毒ガメですね。でこちらにいるのが絶滅危惧種のメキシコハコガメ、メキシコハコガメ、これは三つ指ハコガメ、毒ガメですね、でオスメスの判断は尻尾で見るんだけど、ちょっとメスっぽいねこれね、メスっぽい、まだ分かんない。でしっかり成長性も出て元気に絶滅危惧種だから、うちはあの絶滅危惧種のカメをあの繁殖させて増やそうと思ってます。種の保存法ですね。種を絶滅危惧種なんで、この子たちを家で増やして、絶滅させないように、絶滅しますからね、日本オオカミ。オオカミも絶滅しました、日本オオカミね。それで一緒です、メキシコハコガメ絶滅危惧種を、これを系統維持していかなきゃいけない、私はね。これもとおそらくメスっぽいね。でこの成長線がいっぱい出て非常に元気な個体、うち来てから倍ぐらいになりましたね。来た時こんなちっちゃかったけど、ご飯食べた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 、ご飯も取れてますね。後頭部が盛り上がってますね。今食べた食べた食べた、かわいいね。大きくなれよ。黒いのがうんこしてますね。この黒いのはカメ君のうんこです。うんこ漏らしました。でこの子は絶滅危惧種のユカタンハコガメ、ユカタン半島に生息している貴重なカメですね。今後日本に輸入されることはないです。そのぐらい貴重な、ユカタンハコガメ生後半年。あ、顔が白くて綺麗だね。成長線出てるね。この亀の甲羅の白いのはこれ成長線、この子たちも絶滅危惧種です。絶滅危惧種のメキシコハコガメ、成熟して色が出てきた、生後7年目。綺麗でしょ。これ婚姻色といって、オスだけこう大きくなると、黄色とか青とか出てきて、こう婚姻色ですね。で目は赤くなります。オスは婚姻色、メキシコハコガメです。非常に綺麗なカメですね。これも絶滅危惧種でほぼ入手困難、入手することができないですね。もう絶滅が危惧されてますから、海外から日本に輸入されることが法律で禁止されてます。この子たちはワシントン条約施行前に、日本に輸入されて日本で生まれたんですね。で貴重な、もうこの子たち命をつなげていかないと絶滅が危惧されてます。本当に貴重なカメですね。絶滅危惧種です。
で、この子も、メキシコハコガメ絶滅危惧種。新年明けましておめでとうございます。高橋カブラです。一応高橋付近っていうね、弟もチャンネルやってるんで、よかったら高橋付近でカタカナで高橋付近で調べてもらったら、弟がカメのね、私双子です。私はカブラです。高橋カブラです。で、これはメキシコアコガメ絶滅危惧種。すごいね、目が赤いね。で、こちらも絶滅危惧種ですね。絶滅危惧種のフロリダハコガメメス、これももう輸入禁止のサイテスですね。ワシントン条約。メキシコハコガメじゃない、フロリダハコガメ。綺麗ですね。すごいでしょう。これはおそらく尻尾を見るとメスだと思いますね。メスって書いてあるでしょ、尻尾がちっちゃくて。これもね、繁殖をやっていこうかなと。すごいですね。この子も実は絶滅危惧種のメキシコハコガメ。すごい、オスですね。こちらにも実は絶滅危惧種がいるんですよ。これも非常に貴重な幻のカメ、フロリダハコガメといいます。生後1年半、絶滅危惧種ですね。非常に貴重なフロリダ半島出身。これはおそらくオスですね。尾っぽが太いのがオス。この総排泄口っていう、このうんちとかしょんべんする穴があるんだけど、これがここの側よりこっち下っぽくて太いのがオス。おそらくオスです。絶滅危惧種のもう超貴重な、これももう輸入禁止で日本に入ってくることないです。日本生まれですね。 CB 個体っていうんですけど、日本で、絶滅危惧種、ワシントン条約施行前、輸出禁止になるまで、フロリダ半島からその以前に入荷した個体がなんとか増えてね、日本で増えたと。本当にリンリンランランみたいなもんですね。ちょっと古いね、よくわかんないか、パンダか、こんな感じ。フロリダハコガメ、綺麗ですね。くちばしが青色、青と白と黄色と、この辺は顎の下オレンジだな。キジみたいですね。目の玉、ここにも絶滅危惧種のカメがいますね。これもフロリダハコガメで、これはね、頭部ハコガメ、これも絶滅が危惧されてる貴重なカメですね。これもね、頭部ハコガメ絶滅危惧種、生後半年。これも頭部ハコガメね。で、水をあげます。で、これでちょっとお湯ね、はい、このようにして水を飲ませながら餌を与えます。お、いきなり食べるか。あ、食べた。お腹空いてたね。いきなりご飯食べたね。これ頭部ハコガメ。
これがフロリダハコガメ。この白くこれね、綺麗ですね。で、東部ハコガメ。こうやってね、新鮮な水を、お湯ですね。これ東部ハコガメで、これね、この子とこの子兄弟なんですよ。親が一緒でもこれ全然模様が違うでしょ。だから兄弟でも全然違うんすね。これが東部ハコガメの面白いとこで、兄弟でも模様が全然違う。これと、これ兄弟だからね、これ兄弟全然模様違うでしょ。で、成長とともに模様も変化していくっていうのがこの東部ハコガメの面白いところですね。あ、顔隠れちゃった。で、これハコガメって言って、あの、こう箱を閉じるんですね。だから外敵に襲われた時に身を守ってくれるようにこう箱みたいに閉じますね。これだったら外敵、ライオンに襲われても石だっつって食えないですからね、硬いから。こう箱みたいになって身を守るハコガメですね。ここが折れるんですね。で、箱を開ける。こいつも一緒ですよ、ハコガメです。で、亀によって性格がいろいろで、今のはビビリだからすぐ閉じちゃう、怖がりね。で、この子もこれこうやってやると閉じるんですよ。この子閉じないね。この子怖がりじゃないな。この子も身の危険感じるとここを閉じてこういう風になります。これ今怖がってる状態ね。この子いつも怖がってるな。大丈夫かな。うんちした。うんちしてくれてるということはご飯食べてくれてるね。うんち、亀のうんちです。この子らは、絶滅危惧種、我が家で生まれた三つ指ハコガメの赤ちゃん、生後半年弱、生後3ヶ月ぐらいかな、ね、これも我が家で生まれた三つ指ハコガメ、ちっちゃいね、まだね。で、これも我が家で生まれた三つ指ハコガメ、かわいいっすね。顔がちょっと赤いね。こんな感じで、この、これはフロリダハコガメ、まだちっちゃいですけど、めっちゃかわいいね。で、これは東部ハコガメ、これも全部絶滅危惧種ですね。日本に入荷することないワシントン条約、サイテスですね。こんな感じで、これが、この5匹がね、うちで今年生まれた、あ、去年生まれた三つ指ハコガメです。この子たちね、これがオスでこれがメスかな、わかんないけど、まだこれはメスっぽいな。こちらも実は絶滅危惧種のカメで、北錦ハコガメと言います。絶滅が危惧されている貴重なカメ、我が家に来て1年半ぐらいですか。絶滅危惧種の北錦ハコガメ、我が家ではカメは50頭100匹ぐらいカメいるんで、いろんなカメがね、あとどんどんカメって卵を産むからどんどん増えてってます。卵を産んでね、カメだらけになってます。我が家はね、カメの北錦ハコガメ、これもワシントン条約でね、もう日本に入ってくることがない貴重なカメですね。で、カメ触った後にあのサルモレラ菌っていうのがついてるんで、必ずカメを手で触ったら手を洗うこと、
これは絶対やってください。でないとサルモレナ菌とかなんか変な菌でお腹痛くなったりするから、あの亀を触ったら必ず手を洗うということは、徹底してください。これはオスでちょっと頭が青色っぽい色が出てきてるね。こんな感じです。尻尾がオスはこういう風ね。でこっちにいるのがメス、絶滅危惧種の北錦ハコガメ。あの亜種でね、あの南錦ハコガメっていうのよく似たのもいるんだけど、これは北錦ハコガメでもう絶滅危惧種で、危ない危ない危ない、日本に入荷することがないという。これメス、メスの尻尾はこういう感じ、北錦ハコガメね。ちょっと甲羅が扁平で、甲羅がちょっとね、なんていう、育て方によって甲羅の形がちょっと変なふうになっちゃって、台形みたいになってるんだけど、本当はもうちょっと丸みを帯びてる、うん。成長期に甲羅を湿度を保ってあげると甲羅がこういうガタガタじゃなくて丸く育ちます。ちょっとちっちゃい頃に湿度不足でね育てられたんでしょうね、このカメは。もうアダルトサイズに近くなってきてるね。もうちょっと大きくなるかな。北錦ハコガメ絶滅危惧種。これはすごいでしょ。オスメス、うわ毒蛇みたいな頭だね。綺麗なカメですね。でこの水槽にはアフリカユヌマヨコクイガメっていうカメを、こうやって60センチ水槽で飼育してます、ね。でこの食べ残しは小魚たちが食べてくれる、食べてるね、ご飯すごいね。アフリカの真横クビガメご飯食べてるね。うわーすごいすごいすごい、めっちゃ食べてる。食べてるねご飯。元気そうですね。ちなみにこれはバジェットガエルくんです。これも60センチ水槽で飼育してて、ちょっともうそろそろご飯あげようかな。バジェットガエル水中飼育、うん、かわいいね。